はい、こんにちは。精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの、そして教養としての精神医学を準備中の松崎朝樹です。教養としての精神医学は、今回は関係ないかな。炭酸リチウム、双極性障害の治療薬の代表格である炭酸リチウムについてお話しいたします。炭酸リチウム自体は、医学生でも看護学生でも医療系の学生なら知っておかなきゃいけない薬なんだけど、今日はより臨床的な専門的な話をしたいと思いますが、学生レベルよりは専門家が知っといた方がいい話。というわけで、早速参りましょう。本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう。まずは早速リチウムと妊娠のことから、リチウム内服中の双極性障害の人が妊娠する当たり前にあり得ること。炭酸リチウム妊娠中の服用で胎児への再帰形性があり得るってこと、少なくともこれは知っておかなきゃいけない基本的な事柄であります。今回のテーマじゃないけどバルプロ酸も同様のことが言えます。だからといってこれ聞いた視聴者の双極性障害の人勝手に薬やめるのはやめてください。そうすると双極性障害が一気に再発する可能性があり、妊娠どころじゃなくなる人もいる、死にたくなっちゃったり層が激しく出たり、というわけで必ず双極性障害の人が見てたら必ず主治医とご相談ください。炭酸リチウム妊娠中の服用で、そのお腹の中のこのエプシュタイン奇形三尖弁閉鎖不全が生じうるっていうことを知っておきましょう。ただですね、これ量によってそのリスクは変わります。報告見ると1日量 400mg 以下だと影響はかなり少なそうな数字がありました。心血管系の炭酸リチウム非服用者で 1.15%、 妊娠初期の炭酸リチウム服用者で 2.41%。 こっから言えることは何かというと、炭酸リチウムを飲むとそういう心血管系エプシュタイン奇形の率が上がる。だけども飲んだら必ず危ないってほどでもない、そもそも珍しい事象であることも考えてリスクとベネフィットを考えなきゃいけない。妊娠初期の炭酸リチウム心血管系の奇形リスク1日量で見ると 600mg 以下だと 1.11 倍、大して上がってない、そもそも珍しいものがちょっと上がるぐらいっていうと、ほぼほぼ無視できるのではないかと私は思っちゃいます。 600mg 以上だと 1.6、 900mg 以上だと3倍、明らかに上がってる。 600mg 以下、特に 400mg とかだとほぼほぼ無視していいんじゃないかと私は思ってます。リチウムと命の話もしましょう。水道水のリチウムの濃度が高いほど自殺率が低いっていう報告がいくつもあります。必ずしも一致したっていうほどではないんだけど、結局水道水のリチウム濃度にもよるし、食事とかにもリチウム含まれてるので、この手の研究は難しいんだけども、そういう傾向は読み取れる。リチウムによる治療は、気分障害の自殺率を下げる。水道水ちょっとわずかなリチウム濃度ですよね。薬として飲むのは随分と量が増える。にしても気分障害の自殺率下げる。リチウムによる治療は気分障害の全死亡率を下げるとされていて、全死亡率って本当にいろんなものが含まれます。もう癌だとか肺炎だとかいろんなものが含まれてるはず。もちろん自殺とか事故とかもなかなか興味深いですよね。さあ、炭酸リチウム、例えば 600mg 1日で飲むとして、200mg 錠3錠とかになるわけです。これを1日何回で飲むのか、800mg というと 200mg 錠4錠1日飲んだりする。これを朝夕に分けるのか、朝昼夕に分けるのか、それともっていう話。薬の説明書にはどう書いてあるのか。用法用量、成人では1日 400mg から 600mg より開始し、1日 2,3 回に分割経口投与する、すなわち朝夕だとか朝昼夕だとか、その類に分けて飲んで始めてくださいって書いてあります。改善が見られたら症状を観察しながら維持量1日200から 800mg の1日1から3回分割経口投与に全減するみたいに書いてあって、これ1日1回でもいいとも書いてあるんです。というわけで開始は1日の中で分けて飲む、そして維持するときには3回に分けてもいいけど1日1回でもいいという話。でも本当に1日1回なんかでいいんでしょうか。リチウムの血中濃度半減期は十数時間とされています。薬飲んでから体の中で濃度が減っていく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 、それが半分になるのに十数時間かかるってことは、何回にも分ける意味はそんなにないんじゃないのっていう話になってきます。また脳の中の濃度が半分に減るのに1日2日かかるとなると、なおさら1日何回にも分けて飲むのは効果の面で意味がないってことになります。
というわけで炭酸リチウムの内服を1日2回に分けて1日1回にまとめても効果や副作用は同じっていう報告が複数あります。1日複数回に分けるより1日1回にまとめた方が副作用としての多尿が少なかったっていう報告も複数あります。1日1回の方が楽で効果が同じで副作用が同じもしくは少ないかもしれないとなると、私は1日2回ぐらいで始めて、その次の外来からは1日1回で処方する方がいいかなとは思っています。まあ、患者さんと相談です。双極性障害の治療薬の炭酸リチウムの誕生物語を語っておきたいと思います。注意、双極性障害と尿酸はほぼ無関係です。実はね、ちょっと関係があるかもって報告が最近あったりはするんだけど、普通は無関係って考えるのが今の常識です。双極性障害への気分安定薬炭酸リチウムを1949年ジョン・ケイドっていう人が発見しました。躁状態の人の尿には尿酸が入っているぞ、尿酸の毒で躁になったのかもしれないとジョン・ケイドは思ったんです。躁病の人でも躁病じゃない人でもみんな尿酸尿には入ってますけどね。よし、尿酸をモルモットに注射してその毒性を確認しよう、それによって変化が起きるはずだとジョン・ケイドは思ったんです。で、尿酸リチウムをモルモットに注射した。そうしたら、あれ？モルモット何も起きないぞ、尿酸でなんかおかしくなったりなんか起きたりなんかするはずなのに何も起きないぞ。尿酸リチウムでなんかね、躁病の人みたいな毒性が発揮できないのはなぜだ。尿酸リチウムリチウムが保護しちゃったのかななんていう話になって、よし、リチウムが躁を引き起こす尿酸の毒性を抑えるかもしれない、まだ間違った仮説なんだけど、そう思って炭酸リチウムを準備した。そして実際躁状態の人が炭酸リチウムで良くなったというわけで、双極性障害の躁状態を抑える目的として炭酸リチウムが薬としてデビューし、その後いろいろ分かっていく中で、そもそも躁を抑えるだけじゃなく双極性障害の波を抑える薬としての理解が徐々に深まっていくというもの。話の出だしデタラメだし、途中過程もデタラメだけど、最終的に正しい結論、双極性障害に炭酸リチウムが効くっていう結論に至ったという変な話でした。炭酸リチウムについて専門的な知識あれこれ、そして最後に炭酸リチウム誕生秘話ジョン・ケイド物語と言いましょうかをお話しました。少しでも参考になったら幸いです。というわけで、精神診療プラチナマニュアル、少しでも参考になったら幸いですし、教養としての精神医学準備中ですので応援よろしくお願いいたしますかな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go.Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by.Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go,